yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane.どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。最近ね、このソファー買いまして、普段はねここのソファーの上で生活してます。前にねテレビがあるので、まあ基本的にはまあテレビとか見ながらパソコンね、使いながらまあ赤ちゃんをね、あやしてここでね最近はね生活してますね。まあちょっとこの辺のソファーについても今後ね、お話しできればなと思うんですけど、今日はですね何かと言いますと、おなじみこちらですね、充電器、CIO さんからですね新しく新型の、この薄型のね高出力 USB-C チャージャーが出てきたので、こちらについて今日はねお話をしていこうと思います。この薄型の充電器って僕もね一時期使ってたんですけど、結構ね好きな人多いんですよね。なので CIO さんがねこれを出してくれるっていうのを待ってた方もかなり多いんじゃないかなと思います。この充電器幕開けでねプロジェクト多分競合ぐらいからね開始してるものなんですけども、一足先にねレンタルっていう形で貸してもらったので、ちょっとねこれ使ってみて僕がね思ったまあいいなっていうところと、まあここがねこうだったらいいなっていうところとか、あと他にまあこれ選択肢としてまあどんなねものが他社であるのかっていう話をちょっとねしていこうと思います。まずはこれね製品詳しく見てもらおうかなと思うんですけども、こちらですね、これが新しくね発表されたノバポートスリムっていう名前の 65W 充電器ですね。まあ、名前が非常に分かりやすくていいと思います。こんな感じで、スリムのね薄型の充電器になってます。まあカード型っていうね、言われることもあるんですけども、まあ、結構ねこのタイプはね僕もね、好きなやつなんですよね。このモデルの特徴は何といってもねやっぱこの薄さで、このね薄さがなんとですね 14mm 1.4 センチしかね、ないっていうねものになってるので、ポーチの中に入れても場所を取りにくいし、カバンとかのね、こう薄手のポケットとかにも、入れやすいね形状になってます。これだけ薄型にもかかわらず、パワーはですね 65W 出力がね、可能になっているので、MacBook のね、プロの買いモデルとか、そういったものだったらこれ1台でね充電することができます。で、かつですねここに2ポートついてるんですね。充電の、ポートが USB-C2 ポートついてまして、ここからね、2つのデバイスに振り分けて充電することが可能です。で、この振り分け方法なんですけど、ノバインテリジェンスっていう独自のね、機能がこれね、CIO さんの充電器には使われてまして、繋いだデバイスの必要なね、電力用によって、このね、65W を振り分けてくれるっていう機能があります。まあ、例えば、両方 30W 必要なものだったら、まあ、30、30ずつとか、逆に40と20必要なものだったら40、20っていう形で、それぞれ検知をして振り分けてくれるっていうものですね。まあ、結構ね、今までの USB-C 充電器のこのポートが分かれているものだと、それぞれね、規定の電力量が決まっていて、強いものはこっち、弱いものはこっちみたいな感じで、自分でね、選んで刺さなきゃいけなかったんですけども、そういうことをね、全く考えずにですね、とりあえず刺せば最適な速度で充電をしてくれるっていうね、シリーズになってます。あと、このノバポートスリムにはですね、ノバセーフティっていう、温度がね、熱くなった時に検知をして、こう、ストッパーをかけてくれる機能ですね、これがついてます。まあ、結構ね CIO さんのこの充電器って発熱がね、するっていう報告がまあよくね、上がってることがあるんですけども、まあ、そういったところね対策をして、こちらね、出されてるっていうものらしいですね。まあ、結構ね CIO さんね新しい技術とか、このコンパクトさみたいなところで差別化をねしてる企業さんなんですけど、まあ、最近はねそういった安全性のところも含めてどんどんね毎年毎年手こ入れが入っているので、まあ、本当にね、まあ、この辺のこう改善能力の高さっていうところはすごいねいい会社だなと思いますね。充電をするときは裏側にこのプラグがあるのでこれを引き出して挿して使うっていう形になってますね。でこれね、まあ、触ってみてね使ってみて思ったんですけど、まあ、そこそこね重さは感じますね。まあ、薄型なんですけどちょっとずっしり感はあるというか詰まってる感はありますね。これでちょっとねスケールで重さ測ってみるんですけど、僕が持ってるもの 106g ですね。これ一つで 106g のね重さがあって、で僕ねこのノバポートトリオですね、この3ポートついてるもの、これも非常に便利なんですけど、これも持ってるんですけど、これと比べてみると、こっちのね3ポート搭載のモデルが 113g っていうことで、まあほとんどね、まあ、7g、6g ぐらいしか違わないので、まあほとんど持った感じは同じね重さなんですね。なので薄いんですけど、まあ、決してね軽いっていうわけじゃなくて、まあ、他のね、この充電器と同じぐらいの重さっていうふうにね捉えてみてもらえると分かりやすいかなと思います。まあ、これねどちらも 65W 対応のね充電器になるんですけども、まあ、このね、まあ、コンパクトだけどちょっとこの厚みがあるモデルを選ぶのか、こんな感じで幅広だけどスリムなねモデルを選ぶのかっていうところは自分のね好みに合わせて考えてもらえるとねいいんじゃないかなと思います。結構僕は悩ましいところ
ですね。結構カード型好きなので、こっち持ち歩いちゃうかもしれないです。続いて、こちらのノバポートスリムについて、まあ、気になるところがね、あればお話ししていこうかなと思うんですけど、まあ、そうだな。まあ、気になるところで言うと、まあ、これぐらいかな。まあ、このプラグ、これがね、90度こんな感じで引き出して使えるものになってるんですけど、まあ、このタイプだとね、まあ、させないコンセントが結構ね、カフェとかだと多いんですよね。このね、平面でこう刺すタイプだったら大丈夫なんですけど、たまに机の下をね、この側面に刺すタイプだったりとか、あとこの溝があってね、溝の中に刺すタイプのね、コンセントとかがあったりして、でそういう時に、まあ、この90度の角度だと対応がね、できないことがあるんですね。で、これはね、困ったなってなることが多いので、本当はね、まあ、これできればの希望なんですけど、ここはね、180度、こんな感じでぐるんとね、上の方に回るようなね、設計になってくれてれば、こうね、縦にもさせて、すごく良かったんじゃないかなとは思いますね。このカード型でスリムなね、形状っていうのは個人的には結構好きなので、まあ、どっちを取るかっていうのはね、悩ましいんですけど、まあ、そういったね、デメリットはあると思います。で、最後にこのノバポートスリム使ってみてね、まあ、買いかどうかみたいな、他の製品と比べてどうかみたいなところもお話ししておくと、結構ね、これはね、競合のね、製品がね、やっぱあります。で、多分一番、この僕の動画を見てくれてる人にハマりそうなもので言うと、もうかなりね、前の製品にはなるんですけど、アンカーから出てるですね、パワーポートアトムだったっけな、の3スリムっていう、このね、薄型のね、充電器があるんですね。で、これの 30W モデルと、45W モデルってものがね、すでにあるんですね。で、僕はね、結構この 30W もしくは 45W モデルね、よく使ってました。なので、例えば、まあ、持ち運び用にスリムな充電器が欲しくって、で、充電のね、ワット数も 30W、40W でいいよっていう方は、そっちの方がね、まあ、いいんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、値段もね、安いですし、まあ、すぐ手に入るので、まあ、結構ね、おすすめのね、モデルだったりします。まあ、僕は MacBook Air とね、あとはこう、Galaxy Z Fold っていうものを使ってるんですけど、まあ、これだとまあ、30W あればね、ちゃんとね、急速に充電することができるので、まあね、これでもいいのかなと。逆に、今回のノバポートスリムですね、これをね、選んだ方がいいかなっていう人は、まあ、やっぱりポートの数ですね、まあ、このカード型でこの2ポートついてるものって結構珍しかったりするので、かつこの2ポートあるとやっぱりね 65W ぐらいね全体でこのねワット数欲しくなるんですよね。 30W の MacBook Air と 18W の、ね、iPhone ね両方つなぎたいよっていう時だと、さっきのね 30W モデルだと足りなかったりするので、このカード型で2ポートね使いたい、しっかりね十分電力も持たせたいっていう方は、こちらね非常にいいと思いますし、なかなかね他にこれ競合の製品がないと思いますので、このねドンピシャでハマる人はいるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はこちら CIO さんのですね、新しい充電器ノバポートスイムですね、カード型の充電器についてお話をさせていただきました。今回ね紹介した、こちらの製品と、あとはね、競合のアンカーの製品とかは、概要欄の方にね URL 載せておきますので、気になった方はそちらの方も見ていただけると非常に嬉しいです。はい、こんな感じでね、このチャンネルモノグラフでは、まあこういったガジェットだったりとか日用品雑貨ね、ご紹介しているので、もしね、この動画が気に入りましたという方は、いいねもしくはね、チャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。